こんにちはカスタマイズ時計作りの実績日本一の長本日はですねドイツ時計とか、えーま、ドイツ時計の仲間を増やすのに皆さんのご協力をお願いしたくてビデオを撮っております。それはですねあのギナーンとかデクラとかアレマーのご愛用の方からこういったお写真を頂きたいんですよ。 これ、僕、あの後ろ温泉ですから、僕なんですけども、あの僕、温泉好きだからね、こうやって撮ってるんですけど、こういうふうに、あのちょっと自分の時計のかっこいい写真をいただきたいんですよ、こんな感じで。これ、他のお客様、えー、とこれ、ミニが大好きな方が、ミニのりの方なので、ミニと、これ、デクラですね。そして えとこちらさんですねあのアクロバット飛行されるパイロットさんですね。あとこれは、えー、と静岡のお客様でバイクが大好きな方ですね。こちらは儀南、えー、のダイバーの、えー、モデルで、えー、と自宅のお庭でこう野鳥だと思うんですけどもなんか来,られる来るので餌をあげてるっていう感じで、まあ、こんな風に、まあ、いろいろあるんですけども。 先日ですね、あのうちのギ南のお客様なんですけども、東京で経営コンサルタントされているということで、えー、その方があのこうおしゃべりをしている時に、ギ南って実物はすごくかっこいいのに、名古屋さんとかのホームページの写真がダサいよと言われたんですね。えー、じゃあどうしたらいいのそんなかっこいい写真とか撮れないよって言ったら。 今ご愛用のお客様にお願いをしてかっこいい時計をいただいてくださいとあのカスタマイズ時計だからそこにあるわけじゃないから写真なかなか撮れないでしょとだからお客様でその今販売中の時計現行モデルを実際使われてるお客様にお願いをして例えば海辺とか山とか何でもいいんですよと そのお車とかバイクとかとえっ、ー、と時計じゃないや、えー、とカメラとかそういうのにこうちょっとこうなんていうのかな一緒にとか、えー、背景が海とか山みたいな感じとかでこうかっこよく写真を撮った。 撮っている人結構多いと思うのでそういう方からもらってくださいよと言われたんですねいやいやもらってなんてなかなかいやいややってくださいっていうふうに言われまして申し訳ないんですけども今ギナーンとかデクラとかアレマーノの原稿品をご愛用の方にすいませんかっこいい時計をこう時計の写真を僕に分けてくださいそうするとあの何て言うのかな 他に仲間ができるので、えー、ぜひあのかっこいいお写真を僕にください。あとでこの画面の下の概要欄に、えっとね、特設ページじゃないけどこういう感じっていうのをページを作りましたのでそちらちょっと見ていただいてぜひ、えー、とメールであのお写真いただきたいんですよ。 ただちょうだいなんて言いません。もちろんあの、そうやってご面倒かけてますので、えー、ちょっとしたもんですけども、えーと、お返しをさせていただきますので、ぜひ、えー、と下に、この画面の下の概要欄に URL を載せておきますので、そちらぜひご覧になっていただけると、めちゃくちゃありがたいです。ということで、プレゼントもご用意してますので、まあ、大したことないよあの、プレゼントご用意してますので、ぜひね、あの、 こういうい、えー、ミニのお尻ですねこれクラシックミニのお尻とかが写っていたり僕みたいに「温泉!」とかねこういう感じとかで撮ってもらったりあの結構ねこういう腕の写真とかもかっこいいですしこれバイクですけどもこういう風に撮っていただいたりしてそのまだあの実物皆さん分からないじゃないですか。だからぜひ 仲間を増やしたいのでご協力いただけたら嬉しいです。ということでこの画面の下の概要欄からぜひ URL クリックして、えー、特設ページ僕がねあのページって作ったことがないというかなんで頑張って WIX っていうので作りましたのでぜひ見てください携帯スマートフォンで見るとねなんかねちょっとこう変な線が入ったりしてて申し訳ないんですけどもパソコンだとね綺麗に見れます。 よろししくお願いしますあ,あと、チャンネル登録とか、あのー、この、えっ、ー、とな、なんて言ったっけ、チャンネル登録と、あ、南雲池定のサポーターさんになってください。よろしくお願いします。 と追伸で一言うちね、よくガシャンとかいう音するの、これ、お店のシャッターの前を車が通ると風圧でシャッターがガシャンって言うんですよ。ごめんなさいね。あと、昨日も言ったけど、広告僕はやってないんですけども、YouTube の方が勝手に広告入れてるみたいで見づらくなっててごめんなさい。よろしくお願いいたします。